2系統目の太陽光発電システムを追加する場合の施工方法です。主管ブレーカーが遮断していることを確認して作業を進めてください。スペースユニットを太陽光連携ブレーカーへ交換します。プラスドライバーなどを使ってブレーカーキャッチのシーブをブレーカー環合部が外れるまで押してスペースユニットを取り外します。太陽光連携ブレーカーを取り付けます。2系統目のパワーコンディショナからの電源線を引き込み、太陽光連携ブレーカーと接続します。左から赤、白、黒の順に電源線を接続してください。